ユリシーズ。ユリシーズとは、太陽の全移動領域を調査するために設計された無人探査機である。オデュッセウスのラテン語訳から名付けられたこの探査機は、1990年10月6日に、スペースシャトルディスカバリーの STS-41 ミッションで NASA と ESA の共同事業として打ち上げられた。当初の予定では1986年に、 チャレンジャーで打ち上げられる予定だった。探査機の搭載機器は粒子やゴミを計測する装置で、電力はプルトニウムの放射回変による熱で発電する原子力電池から供給される。2008年2月以降は RTG の出力低下によって姿勢制御用燃料の凍結を防ぐためのヒーターを作動させることが難しくなり、2009年6月30日を もって、運用を終了した、延長ミッション、そして運用終了を参照。ユリシーズ以前には、太陽は低移動からしか観測されていなかった。太陽の赤道に対する地球の軌道平面、王道面の傾斜角は7.25度なので、探査機を軌道傾斜角の大きな太陽周回軌道に直接投入するためには、大型の打ち上げ機が必要であった。マリナ15 パイオニア11号、ボイジャー1号2号などは1970年代に重力アシスト、スイングバイを行った。これらは、王道面に近い軌道を回っている惑星から別の惑星に到達するための同一平面内での軌道変更だった。しかし木星を利用して適切なスイングバイを行えば、軌道平面を大きく変えることも可能である。各種鉄王道面離脱ミッションが提案された。 もともとは NASA と ESA は国際太陽極ミッションとして2機の探査機を計画していた。一方は木星の北極側を経て太陽の南極側に向かうもので、もう一方は木星の南極側を経て太陽の北極側に向かうものだった。これらは二重投資となるため、1981年にアメリカ側の1機がキャンセルされてユリシーズ計画として修正された。NASA は RTG と打ち上げ手段を提供し、イーサは探査機を製造した。観測装置は各国の大学と研究機関によって10機搭載された。打ち上げは1983年2月から1986年5月へ遅延した。チャレンジャー号爆発事故の影響でさらに1990年10月まで遅れた。ユリシーズはスペースシャトルによって 地球の低軌道へ送り出され、そこから固体燃料、ロケットブースターを使用して木星へ向かった。ブースターは二段式で、ボーイングの完成上段ロケットとマクドネルダグラスのペイロードアシストモジュールの S 型で構成されており、回転速度 70rpm のターンテーブルに搭載されていた。ユリシーズは地球の重力圏を脱出する際には、後にニューホライズンズに、 記録更新されるまで有史以来最速の人工的に加速された物体とての速度記録を持っていた。木星への航路は近日点が 1au、遠日点が太陽から木星までの距離である約 5au の放慢繊維軌道だった。この時はユリシーズの王道面に対する軌道傾斜角は小さかった。1992年2月8日。 ユリシーズは、王道面に対する軌道傾斜角を80.2度まで増やすためのスイングバイオを行うために、木星に到着した。巨大惑星の重力は、ユリシーズの軌道を曲げ、王道面に対して下向きの力を加え、太陽の北極と南極を周回する最終的な軌道へ乗るための軌道修正を行った。軌道の形と大きさはほとんど変化しなかったので、 遠日点はおよそも au、近日点は太陽から地球までの距離である 1au よりやや大きい程度のままだった。1994年から1995年にかけて太陽の北極圏を観測した。1996年5月1日、ユリシーズは偶然にも百丈彗星のイオンの尾を通過した。尾の長さは 3.8au もあった。 2000年から2001年にかけて太陽の南極圏を観測し予期せぬ結果が得られた。特に南磁極は非常に活動的であり、かつ明確な位置を特定できないことが明らかになった。もちろんこれは太陽には南磁極がないモノポールだと言っているのではない。北磁極より拡散しているだけである。2003年から2004年にかけてユリシーズは 演説点を通過し、少し遠くから木星を観測した。2004年には、マックノートハートレイ水星の王と遭遇した。コロナ質量放出が、水星物質をユリシーズにもたらした。2007年に、マックノート水星の王を通過した。今回は、百丈水星の時とは驚くほど違っていた。太陽風の速度が、毎秒およそ7 0 0トルから4 0 0トル以下にまで、 落ちていたのである。2007年から2008年にかけての3度目の太陽極限観測を行うため、2009年3月まで運用が延長されていた。しかし、RTG の出力は低下を続け、搭載された化学機器を動作させたり、姿勢制御用ヒドラジンを凍結から守るヒーターを動作させたりすることが不可能になるのは時間の問題であった。 少しでも消費電力を節約するため、最も重要な一部の機器を除き、必要に応じて各機器のスイッチを切ることで運用することになった。そして探査機が太陽に接近すると電力を消費するヒーターを切って、他のすべての機器のスイッチ入れるのである。打ち上げから十七年と四ヶ月目に当たる二千八年二月十二日、ESA と NASA はユリシーズの運用が数ヶ月以内に、 終了するであろうことを発表した。4月12日、NASA は2008年7月1日が最後の日だと発表した。探査機は設計寿命の4倍以上にわたって順調に作動し続けてきた。これは2008年1月15日に X バンドコミュニクションサブシステムの最後に残っていたワーキングチェーンが故障するまでの期間である。X バンドサブシステムの他のチェーンは2003年に故障していた。その後も運用が継続されていたが、2009年6月30日をもって通信機器の主電源を切ることが6月26日に発表され、6月30日に運用を終了した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。